まだ全然見てくれてませんけど。いやいやいや、こっからですから。大丈夫、焦らなくて大丈夫。あ、27人の方が見に来てくれる。いや、もう50人。すいません、100人、あの、100人集まるまで始まれないので、もう少しだけ、あ、100人。それでは、記念すべき第1回、白澤あかりと、吉竹美香の、ラブラブインスタライブ、始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。こんばんは、こんばんは、皆さん、あの1万人とか言ってまだ200人も集まってないですけど、吉田選手どうでしょうか。いやいや、こっからですから皆さん心配しなくて。そうですね、はい、あ、すいません、私のやばいやばいやばいすいません、あ、おお、あ、上からの覚悟、覚悟やって角度で第1回なん、あ、第1回です、うち、あ、2人でやるのですよ、はい、初めてですね、初めてですね、あ、ミカ初めてのインスタライブやもんね、自分初めて。今日のテーマはズバリ、吉竹の良さを全人類に知ってもらおうなんか恥ずかしいってことで、吉竹美香さん、じゃあ自己紹介改めましてよろしくお願いします。自己紹介、はい、大きい声でいきましょう。自己紹介、え、どういう自己紹介ですか。私がじゃあ、お名前は吉竹美香です。血液型は AB 型です。出身は福岡です。誕生日は4月20日です。好きな食べ物は、好きな食べ物は、うん、鶏肉です。最近ハマってることは、最近ハマってることは K-POP の Tomorrow by Together。 ミカちゃんもうちょっとこっち来て、トゥバ、トゥバにハマってます。ミカちゃん、もうごめん出てこない。そんな感じで、あの吉竹選手って出身どこやっけ。福岡の、福岡の、出身大木町。大木町、はい、なんかすっごい田舎なんですよ、はい、なんかすもうど田舎ですね。めっちゃど田舎で、はい、とりあえずイントネーションがやばいんですよ皆さん。ちょっと皆様にこのイントネーションは大丈夫なのかどうかっていうのを聞いていただきたい。できてる。バブバブってお前全然バブくないですからね。バブバブって言ってる。そうなので、ちょっとあの一回イントネーション聞いてもらいますね。はい、普通の人は多分吉竹美香ですってなると思うんですよ。でお名前お願いします。吉竹美香です。違うやんお前、いつもと。なんでいつも、いつも違うんです。いつもは吉竹美香です。吉竹美香です。吉竹美香です。これやって、領域展開。領域展開。領域展開じゃなくて、ミカは領域展開。何が違うかも分からん自分でも。あの普通なんか久々に来て先輩のこと何々さんって言うじゃないですか、うん、に時にあのなんか初めて、いつもなあかりさんとかなのに、初めてなんかすごいイントネーションで言われたのが、なんかミカにいきなりなんかあかりさんって言われたの。いや、あかりさんって何みたいになって、マジでイントネーションがわからん。あかりさんってちょっとおかしくないですか、普通に考えて。大丈夫、すみません、すみません、すみません、シェフシェフ携帯、すみません、シェフ。200人、あと18,000、あと9,000、9,000人、違うよ、元だよ、9,800人の方よろしくお願いします。とりあえずここから、はい、なんか適当に質問に答えていきたいと思います。それではレッツゴー、レッツゴー。あ、事前にあの募集した質問から答えていきたいと思います。はい、それでは、じゃあ、あ、すいません。あ、じゃあいきます。じゃあお互いの第一印象を言いたいと思います。ミカさんの第一印象は、そうですね、あれ意外と可愛い。嬉しい。あ、なんかテレビで見るより可愛いって思いました。嬉しい。じゃあ私の第一印象、カリさんの第一印象は、自分は高校の時からもずっと見てたんで、試合とか、とにかくかっこいい。
もうかっこよくてなんかもうイケイケって感じであのイメージ。ごめんごめん、すっごい今コメントで気になったんやけど、ミカさん頭悪いですよね。マルティ誰やろ、誰だ。いや多分地元の友達ですね。え、地元の友達。じゃあゆうさんが分かる。あ、ゆうやっほー。何が分かる？でも私が可愛い。ああ、意外と可愛かったっていうの。次行きます。吉武さんはなんでバブみが強いのか。あ、これについてはあの私がただバブって言っただけでして、どうなんでしょうか。吉武さん、その自分はバブいってやっぱ思ってるんですか。そんなお前あざとい女なんですか。思ってない。いや嘘です。いや、なんかバブいっていうか、なんか全部に対して一生懸命なんですよ、練習とかもね。なんか、はい、なんか人を応援する力が普通やったらおーって感じだったとするじゃないですか。試合中以外、練習とかでおーナイスーとかやったら、ミカの時は頑張れ頑張れナイスーって感じなんですよ。ミカはマジでどの練習でも全力投球なんですね。そこが可愛いんですよね、はい、そこが多分みんなから愛されてるところだと思います。でも皆さん、これが本性かどうかはまだまだわからないのでね、私もそうなんですけど。さあ、化けの皮を剥がしていきましょう、今日で皆さんと一緒に。それでは次の質問へ参りたいと思います。最近ミカさんとどこ行きましたか。最近、あ、でもあかりさんと行ったの、え、あかりさんとですよね。金蘭行ったね。はい、金蘭行きました。金蘭に遊びに行きました。ピース、イエー。金蘭に遊びに行ってラーメン食って帰ってきたんですけど、ラーメンがバカうまかったね。美味しかった、めちゃ美味しかった。あ、昨日私がストーリーであげたんですけど、あ、うん、昔ね行ったんですけど、なんか普通にあかりちゃんやっほー友達イエーイ普通に大盛り食べました。ミカは自分何食べ、チャーハン食べたよね。チャーハン食べました。でめっちゃムカついたエピソードあってんですけど、なあ、唐揚げ食べたかったって。あ、そうだ。言ってやって、ミカちゃん。いやいや、あかりさんが言ったって。いや、お前が言ったって。あかりさんが言ったって。じゃんけんしよう。じゃんけんぽい。お前が言え。テンションノリノリで練習みたいに。何でしたっけ、あの唐揚げを食べたくてあの注文しようと思ったんですけど、うん、あれですよね、なんかあの売り切れって書いてあって、そうそうそう、であの注文するのが iPad だったんですよね、うん、ですよね、 iPad のタッチパネル、助け求めるの自分のコミュ力でタッチパネルやったんですよ。その注文するのがで売り切れって書いてあったんですけど、隣のお客さんは唐揚げを頼んでたっていう、はい、あ、すいません、不時着着地点なし。すいません、はい、そうなんですよ。あの私たちが頼みたい時に売り切れだったのに、私たちがお腹いっぱいって言ってタッチパネルどんなメニューがあるのかなっていう時に復活してた、在庫復活しやがってたっていうね。そこの唐揚げが超美味しいんですけど食べれなかったっていう、だから今度リベンジしようっていう話なんですけど、まあ、私の方が喋りがうまいということで、すいません。あ、チーハンクやって。次いきます。2人は仲良しですか。仲良しです。仲良し、いいよ全然。仲良し最近流行ってるよな、はい、ぼやおっとけぼやおっとけベリー、なんでこうグーするんですか。いや、わかんない、聞いてみて、 TikTok 流行らせてる人に、バズらせてる人に聞いて、なんでこうグーにするんですか。こうやってこうでよくないですか、うん、あ、じゃあ行きます。吉武さんは久光の中でも逸材と聞きました。逸材たるところエピソードお願いします。あ、吉武選手はですね、なんかこれ本当に褒めるよ、今から美香のこと素直に褒めるけど、どう、大丈夫。はい、大丈夫です。なんか、今から真剣モード、真剣モード。あのパワーがすごいんですよ。なんか普通に絶対そんな助走じゃ球打てんやろみたいな助走なのに、なんか手が多分ハンマーなんでしょうね。なんかもう音がしてるだけ、なんかみんながパチン
だったらミカのグオングオングオンドンじゃなくてグオングオンみたいな、昨日の台風ぐらいちょっとねこうグオンっていう感じで、その代わりなんか飛んでいくときすごいですよ、グオンってアウトになる。確かに確かにそうですね、例えうまい、ね、うん、あと意外とレシーブできるんですよ。いやできないですよ、意外とレシーブできるよね。うん、いつもこうやって首かしげながらレシーブしめっちゃ見てますやん、あかりさん。当たり前やん、趣味人間観察やもん。ああ。最近の寮の久光の寮のご飯で一番好きなメニューは、全部美味しいけど、ちょっと待って、一斉のせいで言おう。いや、ちょっと待って、自分が考えさせてください。だから待ってって言ったよ。チッチッチグハグテ。ちょっと待って。なんだろうな。でもさ、なんかさ、こう。オッケー。ちょっと待って、もう決めました。うん。今日から名前台風14号でいきましょうか。台風14号の名前何やったっけ。いいよ、ミカのことそれで呼ぶわ今日から、いくよ、はい、いくよ、せーの、シーフードカレー、鶏肉のソテーみたいなやつ。ありましたよね、鶏のソテーとは。鶏肉のちゃんとさ、いろいろあるやん、なんかピザなんちゃらとかさ、鶏肉の中でもさ、鶏肉 の、 おっちゃんに謝ってこい、食堂のおじちゃんすいません鶏肉のあれですよ、なんか ブラックペッパーがかかってるやつ。あ、もうシンプルなやつね、はい、あれ大好きだって。安い女やな鶏肉が一番。ちなみに胸肉ともも肉と何が どれが好きな、どの部位が好きな。いや全部好きだけど、鶏が好きな。はい、もう鶏が好きです。だから久美つきたん、はるちゃん。あ、大正解うまいな、大正解。あ、そうやったんや、はい、へえ。すいませんね、すいません、うん、面白いはい、次行きましょう。はい、ですね、禁断でのきつかった練習とかエピソードありますか。禁断できつかった、多分ね、時代が変わってるよね、うちらで、はい、マカリさんたちの方が、いやいやいや、私なん時はね、あんまね、どうなんやろ、ですね、いや、とりあえずレシーブ練習が、はい、言うていっちゃんきつい、はい、マジでそれです、ね、本当にもう超長いです、1時間ぐらいの、そうびっくりするな。で、池城先生、金蘭の監督さんって皆さんご存知の通り身長が低いんですよ。まあ出す位置が低いんですよ出す位置が低すぎて、もうね、もうすぐ床よね、はい、本当に。しかもマジめっちゃうまいよね、マジで。あ、マジで上手です、際どいところに、際どいところにね、あの玉際ね、はい、そうです。そう、ありましたあ、大丈夫ですよ多分。そう、ずっと持ってたらきついです。落ちたらまた呼ぶんで、はい、ありがとうございます吉武のせいにするんで、ありがとうございます。ツーマンとかありました。あ、ワンマン、ツーマン、スリーマンとかだった。ありました、ワンマン順番ですもんね。そう。もう調子いい日と悪い日やばいよな。あ、もう、はい。あの林先生が友達とかありました。あったよ。あ、両方回るとか。ああ、うん、なるほど。一緒だ。一緒でした。禁断あるあるとかも来てたよ。禁断あるある。じゃあ一個ずつ言っていこう。テンポよくね。無理ですよ。禁断あるある。エレベーターあるのにバレー部乗れない。なんだ、食堂行列教室に空気清浄機各1台ある体育館5階。待って、5階のイントネーション、5階な、5階、5階、5階じゃない、5階、5階って何やろ、体育館5階。5階、いや5階、5階やろ、5階、5階が下がってるんやん、5回やろ。1回、2回、3回、4回、5回にならんやろ。5回。なんでやねん。1回、2回、3回、4回、5回。いや、5回な。5回。あ、もういいよ。中学生と手紙交換しがち。うわー、めっちゃ
ないな。いいですよ、わかりました。基本早弁。確かに。超早い。3分ぐらいで食べる。体育の後の着替えるめっちゃ遅い。自分たちめっちゃ分かったんですけど、ダッシュで降りてた。年中長袖。あ、制服。あ、もう言えよ早く。腕まくり禁止。あ。なんだっけな、キンラ。あの革のカバンの芯抜きがち。抜いてた？いえ。え、じゃあ時代が違うわ。でもカバンもまず変わりました。え、あの革じゃなくなったの？え、革ですけど、なんか自分たちこう大きくなりました。あ、そうな、いいな。金蘭のカバンってめっちゃ重いんですよ。あの革のカバンでめっちゃおしゃれで、でその形崩れんようにその周りとかに鉄の金具が入ってるんですよ。でも硬すぎて革やから、だいたいあの、あ、おしゃれな女の子たちなんですね、金蘭会っていうのは。お嬢様学校だからみんなこうやって持つのが、まあ、あの可愛いんですよ。セーラー服でこうやってここにかけて持つっていうのが可愛いんですけど、バレー部はこうじゃないですか。こうやから、とりあえずその金具を全部抜くんですよ。でも、ふんにゃふにゃの、もうふんにゃふにゃにさせて、なんかそれがかっこいいって思ってる時代やった。でも、あとあと6年間あるやん、金蘭中から高校、6年間使うわけやん、はい、まあ、言うたらランドセルと一緒やん、はい、もう本当に高3になった時の綺麗なこのカバン見て、わあいいなって思ってた。セーラー服のイントネーションおかしいですか？セーラー服、セーラー服、セーラー服、白沢もお嬢様、いや、お嬢様ですよね、うん、わかりさん、ちょ、お嬢様何でしたっけこれ。ウォ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 ファミ、違う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 、何何でしたっけ。あ、おえ、これじゃない、あ、違う違う違う、もうすいません、忘れてください。すいません、すいません、何でしたっけ。ですね、すごい、あとありますか。ちゃんとスクショしたよ、だって消えてるよ多分。はい、賢い、あかりさん、なんだよ、当たり前じゃん。血液型は何型かな。せーの、 A。 エビ。指のサイズは何センチですか。推定、推定何センチだろう。23センチ。絶対そんなねえやろ。推定15センチぐらいですかね、物差し15センチ、物差しぐらい。自分これぐらいで20センチだと思ってるんですけど、あのうち手でかいから、こうやったら小顔ポーズになるんです。せーの、ヤッホー。ほらね、うちら多分手でかいからなるよ。小顔ポーズ。ピヨヨヨーン。ピヨヨ。続きまして。iPad。画質大丈夫そうですか？すみませんね。ひかりさん。あ、画質が良くなった。最近、ひかりさんに会いましたかって。会えてないんです。え、でも、国体で会えます。ひかり、香川代表で出るので。頑張ります。あ、それではこっち側の質問をなんか結構抜粋して答えていったので、皆様こちらの方へ質問をよろしくお願いしたいと思います。こ、固定できないんですか。あかりさんやってください。自分やり方わかんないです。何を質問、あ、質問募集中ってどうやってやるんだろう。私わかんない、やり方。メカちゃんの髪の毛ってシーッなんで、ミカちゃんの髪の毛って虫住んでますか。何が僕なマジで。誰、友達。お兄ちゃんです。吉武のお兄ちゃんが見に来てるって、ヤッホー。あげー、ちょっと待って、質問募集中。うえー、さすが、できる女。俺は明日誕生日なんですよ。おめでとうございます。ハッピーバースデー歌ってあげな。せーの、Happy birthday to you. 名前でした。 To you. いや、適当に何か考えて。 Happy birthday dear. なんとかなんとか。考えて言って、適当に。その人の多分こんな名前かなっていう。達也。 Happy birthday to you. 達也さん、おめでとうございます。何歳ですか。何歳ぐらいだと。35。達也さん35歳の誕生日おめでとうございます。なんてないか。最低やで、お前。三
35歳。美香ちゃん久光を選んだ理由は？あかりさんがいたからめちゃ口説きましたね。あかりさんといっぱいお話ししました。ね、すっごいすごかったんですよ。ド緊張してたね。ちょっとごめんね、はい、いやあの時はマジ緊張しましたね。たっちゃんたっちゃんハッピーバースデーって、たっちゃんやって。あ、面白い面白い。何人兄弟ですか？せーの、シャン。構成をどうぞ。お兄ちゃんお兄ちゃん自分です。あ、お兄ちゃん私弟です。だからあれなんかな、うちらこんな重視力ないんじゃん。あ、でも皆さん知ってます、ミカって超ギャルなんですよ。いや待ってください、なんで私ギャルなんですか？オフの日にバケハとかかぶっちゃう感じ。バケハってギャルなんですか？知らん。いやなんか違うんです、あのあなんかこうくちゅっとこうなんて言うんですか、ストーリーチックなファッションにバケハかぶってギャルって感じ。ミカちゃんかわいい。バケハ、あれあれウルフ目指してるよね、髪の毛。はい、ウルフ全然伸びないですけど、私も今髪の毛伸ばしてます。カリさんの髪の毛結んだの超可愛い。最近結んでるんです。でも今日あのすごかったね、やっぱり髪の毛がぐちゃぐちゃになりましたね。でもさ、うち結構やばくてさ、うわやばい、もうほんまに今日髪の毛やばいやばいと思ったら、後半ミカも髪の毛なんかこんなになってたから、よかったなでしょ、うん、自分も結構ひどい、ひどいやってますよね。うん、今日ミカのめっちゃ面白かったねんな。何ですか？あのあれですか？あの今日練習で、あの久光ってパスのメンバーを割り箸でやって、うん、1番2番がパスする、3番4番がパスするって奇数偶数でやっていくんですけど、でそのパスの前にバガーゲームっていうボール遊びみたいなのやったんですね。でそれでなんか奇数偶数に分かれるって言われて、普通に考えて自分の番号分かるじゃないですか。で、また私今日14番やったから偶数やったんですけど、どう考えても奇数が12人ぐらいおって、偶数が8人ぐらいしかいなくて、いやいやみたいな、偶数少なくねって、誰って言って、じゃあなんか、ミカが、私だみたいな感じで、意味わからんくないですか？ほんじゃ、言い訳しろよ、早く。いや、そこで私が、は？お前マジでなんなん？意味わからんからって言って、じゃあなんで間違ったんって言ったその言い訳どうぞ。2番が1番に見えました。はい、もう無理ですね、ダメです。もうこっから私一人でインスタライブしていきたいと思います。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは、どうも白沢あかりです。あ、偶数がわからないよ、したけありえないですよね。あれ奇数偶数はわかりますよ。奇数偶数は文字がでも自分がさ割り箸やってるやん、担当やん、はい、そうですね、それで間違ってどういうこと？毎日、いや自分もびっくりしましたもん。毎日あの割り箸見てるんよ、あんた、はい、でもあれ本当に一度にマジで分からないですからね。え、明日見せましょうか？いや大丈夫、マジで分からないですよ、あれ。いや大丈夫です。こうなってるから。かりさん、鹿児島にいた時びっくりしたことは？交通便が悪い。めちゃくちゃ悪い。そうなんですか、鹿児島。でも 田舎あるあるだよね、うん、あと虫が多い。あ、虫多いです。2が1に見えるのかわいい、そんな甘やかさないでください。2が1に見えるかわいいじゃないんですよ。2が1に見えるおかしいですからね、皆さん。かわいいなんてやめてください。そんなこいつのこと甘やかさないでください。自分の字が読めない、自分の字じゃないよね、自分の字じゃない、コーチが書いてね、うん、はあ、正代と言います。18歳です。明日で19歳になります。正代だった、何だったっけ、また何だったっけ、達也って言いました。達也じゃなかった、正代さん。しかも18歳、お前35歳って言ったやん。すいません、ありえないんだけど、正代さん、ありえないんだけど、すいません、もう一回もう一回もう一回やり直して、はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア正代さん、Happy birthday to you。 おめでとうございます。誕生日プレゼントはミカの投げキッスです。はい、すいません、晩ご飯が出てきそうだったけど大丈夫でしたか、皆さん、全国民の皆様。今日の晩ご飯が、うん、また歌ってる、すいません。歌ったり喋ったり、質問あります？こんな可愛い子ちゃんたちに。
あ、ミカ最近 TYT にハマってるんやん。はい、 TYT Tomorrow by Together 知ってます？トゥバ、トゥバ、あ、言ってやって。私はちなみにボミュー推しです。見せて。ボミューの写真です。ボミュー、ボミュ、ボームギュ知ってます？ボーム、ボーミュー。ちなみに私は Tomorrow by Together だったらスビン推しですね。わかるかな、わからんな、この写真。つなぎの時間でダンスをしてます。質問ボックスに質問来てますよ。へえ、あ、ここ、あ、そうなんだ。好きな動物は日立の小池さんとはどんな人ですか？ってあー、赤、あー、日立の小池さんは先輩です。金蘭会の元気ですか、アンナさん。多分見てないと思うけどアンナさん大好きですよ。私一つ上の先輩めちゃくちゃ好きで、金蘭のみんな会いたいです。丸尾とか丸尾はるかさんとか奈緒さんとかアンナさんとか愛香さんとかみんな好きです。会いたいな。犬と猫派どっちが好きですか？せーの、猫。犬。おー、言えよ、なんで。なんでだ、なんで。いや、猫も好きですけど、なんか犬は散歩行ったりできるから。あ、そっちを楽しみたいタイプ。私、はい、逆にその散歩とか行くのがめんどくさいっていうから、あの気まぐれ、気まぐれな猫がいい。あ、てかなんかそういうおだらーって、そう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 、なんか確かに猫はもう もうずっと寝てますから、ね、そうそうそう。あ、そうなん、はい、知らんねんけど、買ったことないから。あ、いけました。できるんかな、まあ、できるかもしれない。ちょっと接続します。これ両方やったらダメなんですか？2台バカかお前、アカウントこれやぞ。すいません、皆様、ちょっとあの実はカミングアウトさせてください。あの開始遅れたじゃないですか。あの iPad のでっかい画面でうちらの美貌を映そうと思ったところ、あの多分うちらが可愛すぎてインスタグラムがバグってしまいね、うちらが可愛すぎてね、ここ強調してなんか可愛すぎて、はいはい、あのライブができなかったので、今すごい iPhone のちょっと画質が悪い感じでうちらの 100% の美貌をあの映せてないので、今から一回シャットダウンしてもう一回 iPad で入り直すので、皆さん9人の方絶対もう一回来てくださいね。お願いします。それでは一回ドロン、あ、もう可愛い。ごめんね、入りませんでしたこのピース、うん、入ったよ、入りましたよね、入った。あ、3人4人来て来て皆さんお願いします。チッ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 もう見えなくなる、ペンさんが見えなくなる。かわいい、面白い、ありがとうございます。かわいいってだけで女はかわいくなれるんで、皆さんどんどんかわいいお願いします。かわいいお願いします。かわいいって言ってくれるだけで女はかわいくなるんだよ、知らんけど。ミカさんはこの、あ、もう言わなくていいですよミカさんはこの前犬に倒されて泣いたってどういうこと？え、自分この傷跡です、これ犬に、いつ最近、あのこの間実家に帰った時そのエピソード言ってやって、ミカちゃん言ってやって。いやだ、絶対言わない。言えよ、絶対言わない。そういうのがインスタライブの醍醐味でしょ。マジですか、うん、やだな、もうでもマジ痛かったんですよ。どういうこと、泣いたって、痛くて泣いたの、犬が怖くて泣いたの。え、普通に痛くて泣きました。でもそれも、もうなんかもう理由があって、あの大型犬を飼ってるんですよね、うん、ゴールデンレトリバー、わかりますか？わかるよ。大型犬を飼っててぐるぐる巻きにされたんですよ。こう綱を持ってて、リールを持ってて、こう分かります？で、自分がもうこうぐるぐるになってる状態で、ミカの周りをね、はい、でもう動けないじゃないですか。で、兄ちゃんに押されたんですよ。いや、引っ張られたら、それでもう倒れて、この傷跡。それで泣いたん？泣きました。じゃ、それ悪い犬じゃなくて兄ちゃんや。いや、お兄ちゃんも悪いし、犬も自分転んでんのに引っ張っていくから。じゃあ犬の名前なんなんよ。ドムです。
ドム悪さしそうな名前超可愛いですから。でも可愛いんかよ、見せて見せて、ドムドムですよ。可愛いですよ。あ面白い、可愛いっすよね。いやミカのお兄ちゃん見てます。それちょっとひどいんじゃないですか。いやマジでもう言ってくださいあかりさん、本当に言ってくださいもう。もっとやれもう。あかりさん質問です、どうぞ。こんにちは、こんばんは。ドム、D-O-M、ドン。これです、ワンちゃん。いやいや、いや、難しい。いや、もうちょいいい写真あるやろ、お前。すっごい、檻の中に、めっちゃわかりにくい。あー、ミカさんは泣きべそ。泣きべそなんじゃん。これです。ドン。だから、中根さん、お前さ。もうちょいさ、サクナイル選べよ。サクナイル。ああ面白い。多分お兄ちゃんもミカさんのことが可愛くて仕方ないですね。多分そうだよ。可愛いもんね、弟とか妹とか。もうちょい写真。辛口これです。あ可愛い。可愛いでしょ。可愛い。ちょ真似して真似してその顔。はい、せーのがさ。逆逆逆逆逆逆こう逆逆逆逆逆逆逆こうそうそうそう、でベロ出してドム2乗ドム2乗かわいい、あかわいいってドムドム。あかりさんいつも明るい、へこむことってありますか。毎日へこんでますよ。いやいやいや、毎日。これはあの、これはあの営業白沢なので皆さん。いや、クリスさん本当明るいですよね。いや営業白沢ですよ。いつもこんな顔します。してない、ずっと書いてという変顔をね、スクショされてね、名称されるんよ。やだな。2人の好きな男性のタイプは。イケミか。好きな男性のタイプ分かんないな。好きな男性のタイプ、好きな男性のタイプはこれですよね。さすが、もろ、まあ、キムソクジンでございます。はい、あの年上 の、 あのとりあえず顔がいい、うん、はい、なんか面白いのに頭がいいみたいな。あ頭いいんですか。えキムソクジン頭めっちゃいいよ。えあとなんかいつなんですか。なんかあの31歳、30歳、韓国年齢で30歳、日本年齢だと29、じゃあ今年30の年だ。うーんですね、もう早く結婚したいんですけど、キムソクジン。なかなかプロポーズしてくれ。待っとるんだが。おかしいな。あと出会うだけなんだけどな、キムソクジンと。あと出会うだけがね、なかなか。もうこんな時間か。あ、今日でも、あの、はい、1万人来るまで割れないみたいなので。まあ、まだまだ。こっからですよ。こっから巻き返しになるか。行きたい県ってどこすか。行きたい県、行くよ。せーので言う、せーの、北海道。真逆。なんで沖縄、沖縄、海、海行きたい。海行きたいです。なんか九州ね、もう全部行ったから、北海道に行きたいですね。北海道行ったことないですか。北海道のイクラとかサーモンとか、あのジンギスカンとか、なんか海鮮食べたいです。カオジンくんで貧乏か、カオクロちゃんで金持ち、どっち選びますか。いや全然私、あの自分で稼ぐからジンくんと結婚します。あのわかります。ふうふう、キムソクジン見てるか。マジで、あと出会うだけだって本当。いやもう全然私あのなんで、あのあれです、主婦の夫が夫の方で全然大丈夫です。あの、うん、私が働きに出て帰ってくるんで、もうあの家のことやってくれれば、やってくれなくてもいい、キムソクジンならね。キムソクジンならやってくれなくても、OK、全部私がやる、全部私がやる。もうお前はただぐーたら寝とくだけでいいと、うん、お前はその帰ってきて私をギュッて抱きしめて、そのかいい顔で、うん、抱きしめてくれるだけでも十分。最高じゃないですか。そうよ、ニカちゃんドム君に似てるって。ドムって何。あ、ワンちゃん。ごめんもう忘れてた。ワンちゃん似てる。あ似てるって。そうそう、面白い、面白い、知ってるよ。知ってる。私が面白いなんて知ってる。面白い。これ1時間ってあっという間です。ことき姉さん元気元気です。私が最近サーブレシーブ帰らなすぎてイライラしたら、こときさんがずっと私の後ろでサーブレシーブ見てくれてて、今日なんですけどね、
でも本当に何も 言ってこないんですよ。ずっとじーっと見てくれてて、で、あ、帰らん帰らんって思って、こうローテーションしていくんですけど、コートをやっと最後のところに行った時に一本こう、あ、やっと来たみたいな、いい球が返った瞬間、ことさんにやっとええ感じわかったって言われて、やべえありがとうございますみたいな、なんかもうすごい、もうマジことさんすげえって思いました。いい感じ来たなみたいに言って、ことさんとハイタッチした今日、yeah. っていう。あれ、お兄ちゃん、はい、お兄ちゃんの扱いと見過ぎてしまった、つけてしまった、姉さんかっこよすぎる、マジかっこいいんす、ほんとね、マジイケメンですよね。もうだからもうほんと、何やってんの自分、なんでさ、レシーブそんなできないんだと思って自分にイライラして涙がポロリ、泣いてないけどポロリ嘘はよくないポロリキュンです、ポロリ何かのモノマネしてください。僕アンパンマン似てるけど嘘僕アンパンマン似てない似てない、僕アンパンマン、いや似てる、これ似てる、アンパンチどうですか似てる、似てる、ミカやってミカやって、自分何モノマネ何があるかな、じゃあジャイアンお願いします、ジャイアン、自分ジャイアンは、うん、あんまどれ伸びた野球しようぜ、打ってるいけるいけるいけるよ、ミカならいけるせーいけるよ、やだ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 、3、3、2、2、1、1、どうぞ、おい伸びた野球しようダメだ、ダメだ、多分、じゃあ私が行くね、ジャイアン、じゃあジャイアンおい伸びた野球しようぜ、ちょっとまだマシじゃない、いけ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 、おい伸びた野球しようぜダメだ、おいおい、あ、じゃあ伸びた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 、ドラえもんって、ドラえもん似てる似てる、ドラえもん、ピカチュウピカチュウピカチュウピカピカもう一回もう一回、もうちょい可愛くピカチュウ、なんかピカピカあとなんかあるかな、ミッキーマウス、ジャンボルミッキーしか分かんない、ははははは、僕ミッキー僕はスティッチ、あ、もう一回スティッチやで、僕スティッチ、もうちょい大きい声で、多分聞こえてないから、僕スティッチ一番ひどいかもしれないですか、でも、うん、なんかなマスオさんってマスオさん、マスオさんしてくれ、マスオさんってなんやろ、アナゴさんしか思い浮かんないけど、マスオさんってちびまる子ちゃんじゃなくてサザエさんのさ、あ、旦那さん、カツオくんみたいなやつ、いや、ごめんなさい、わかんないです、うん、すいません、次お願いします、何でもやります、モノマネ何でもやります、俺ら似てなくてもやります、何でもやるからチッチキャラが、カズキャラがくすって感じが、うちもバカなんで、うちもバカだから、お父さん頭いいやろ、バカだから、バカだから、クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんなんだっけ、タラちゃんしてって、クレヨンしんちゃんどんなんやっけ、しんちゃん、しんちゃん、ブリ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 さ、何か抜けてあんのよ、何かが抜けてかピッカ抜けてないんよピカピッカが抜けてなくてブリブリになってるあ、アーニャ、アンナ、アーニャ、アーニャ、このアーニャ、ワクワクアーニャ、この前より2ミリでかくなった、朝出ます、全部見ました、アンニャこの母やだ、見たよ、アンニャアンニャワクワクしか知らない、アンニャワクワク朝出まーす、タラちゃんやって、タラちゃん、タラちゃん何、タラちゃん 何ですか、月に通ってお仕置きを焦らむんやってって言ってたから、ごめん、タラちゃんやって、タラちゃん、タラちゃんって何ですか、タラちゃん喋るっけ、
いくらちゃん、タラちゃん、あ、タラちゃんってあれじゃない、ちっちゃい子か、あ、そう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 、ちっちゃい子か、なんとかでしょ、どんなんやっけ、どんなんやったっけ、なんとかでしょ、なんかね、結構多分あれだよ、カツオ兄ちゃんってやつ、カツ、おお、多分ね、声聞いたら真似できます、いっぱいください、鉄腕アトムの真似してミカちゃん、やべえ世代じゃないからわかんないね、はい、わかんないっすタラちゃんです、タラちゃんです、あ、こんなんじゃない、タラちゃんです、カツオ兄ちゃん、これなんすか、これどこにあるんですか、これ忘れてましたね、タラちゃんです、これマジで忘れてましたカリンゴ372、あ、赤ゴンから赤リンゴに変わったんです、何億人の方が気づいてくださったのか、タラオ、富山奈さんのモノマネ、いや、マナさんは可愛すぎてね、マナさん可愛いからね、マネできないよ、あれは可愛いね、ミカちゃん、はい、可愛すぎる、モノマネ大会は一回、豚のモノマネしろ、いけ、鼻音、投げ声がちっちゃい、もっとでかい、せーのが3、うん、はい、あ、私これうまいです、マリオのジャンプ音パパッパッパパッパッ、すごーすげー、初めて知った、あるよね、あのちっちゃいちっちゃい、あの豆チビみたいな、登場しました。やっほー。うちら、あ、すいません。今マナさんのモノマネしてって言われたんですけど、マナさん可愛すぎてできませんって言ってました。ミカ、一回マナさんのモノマネしてみて。マナさんのモノマネ？マナさんのモノマネか。いける。ミカなら、いける。何ですか。ちょっとやだ。マナさんに恥をかかせないように。なんだろう。じゃあマナさんのレシーブのものもね、マナさんのレシーブまで3219、はい、ちょっと待ってください、めっちゃめっちゃあるじゃないですか、急にも土下座しろ、はい、すいません一番にいけない、わらわら言わないでください、今日帰れないから、え、おたけさん、あ、りほさん、りほさん、りほさん、あ、りほさん、やっほー、やっほー、ちょっと褒めなさん、全然無理じゃん今日、富山な可愛すぎるんよ。それな。マジで可愛いよね。マジで可愛いっすよ。本当に可愛い。なんかあんな可愛いのに、なんかあんな可愛いのに、なんかいきなりなんかその辺でこけたりするんですよ。いや、めっちゃ可愛いやんってなりません？なんかあんな可愛いのにいきなりつまずくんですよ。もうあんなんな、もうあかんよな。ずるない。すいません、バカにしてないです。すいません。焦った、焦った。すいません。では。モノマネ一回、あ、 Q&A を見ましょうか、今シーズンの駅、あ、これまだ早いわ、佐賀に来たらしてみたいこと、佐賀に行ったらしてみたいことは、佐賀か、佐賀に行ってしてみたいこと、なんかね、美味しいものを巡りたい、うん、紹介しますよ紹介します、どの口が言うとんじゃ、どの口が言うとんじゃ、紹介します、佐賀なら牛の狩り席とか謝れ、佐賀県民の方々に謝れ、すいません、え、なんでバカにしてないですけど牛の狩り席ごめん、そうやな、じゃあ今の私があるよ、牛の狩り席超いいっすよ、あ、コッペパン屋さんマジうめえ、あ、ね、コッペパン屋さん、あ、面白い面白い、終わりの時間近づいたらさ、もうさ1万人いけんからさ、私が強制的にホタルのさ、あのホタルの光って歌って調整終了させるから言ってダメですか、言わないでって今すごく嬉しい方が見てくれていますっていう話でした、ピース&ピースあ、スクショタイムとりあえず言っときます、スクショタイム、スクショタイム、はい、一回コメントオフにするので、今私大好きって送っても見れないので一旦ストップでお願いしますはい、スクショタイム、イエイ、超かわいい、あ、小顔ポーズどうでしたっけ、
でもな、股間ポーズするやん。腕ごつすぎてさ。確かに。それは確かに。これでいこう。はい。ぼや、おっと。ちゃうやん。ナイス。かわいいですか？読書タイム、スユローでいきたいと思います。コメントください。赤リンゴに変わっても赤ゴンと呼んでいました。そっか、やっぱ皆さん赤ゴンがいいんですか。アンケート取りたいと思うんですけど、赤ゴンがいいと思う方挙手お願いします。はい、ありがとうございます。では赤リンゴがいいと思う方挙手お願いします。はい、ハーフ&ハーフだったのでミカさんに来てもらいたいと思います。ミカさん、どっちがいいと思いますか。うーん、赤ゴン。バカゴン。何て言うの、バカゴンっつった今。赤ゴン。赤ゴン。じゃあ今日また赤ゴンに変えたいと思います。よろしくお願いします。やっぱり赤リンゴのままでいきます。しばし、あ、気が向いたら赤ゴンに変えます。白沢さんって犬っぽいよね。嘘だ、私ってそんな犬っぽいですか。どっちか、ワンワンって言ってください。ワンワン。怖っ。ワンワン。あ、かわいく。かわいく。やってみて、ちょっと見本見してください。ワンワン。あの写真もう一回って、あの写真もう一回。何だっけ、あれ。ドムの写真。ドムの写真。もういいでしょ、これじゃ。それ動画なんですよね。これで、はい、これでもう一回ワンワンって言って。ワンワン。じゃあ、ここの角度で言わんと。ワンワン。本当すいません。本当面白くなくてすいません。自分は面白いですけど。赤リンでお願いします。あ、赤リンね。あ、そうなんです。そう。なんか赤リンなのか赤ゴンなのか赤リンゴなのか、なんかどれみたいな感じで言われて。で、別に私公式に私のこと赤リンって呼んでくださいとか言ってないし、赤ゴンって言ってくださいって言ってないし、赤リンゴって言ってくださいって言ってないから、皆様が好きなように呼んでください。私はどれでも振り向くんで、パッと。ちょっとあれ聞きたいんですけど、赤リンさんのやつ、今まで、はい、赤リンのあー、ああ甘やかさないで、やだよお金取るよ。あー、はい。はい、あれマジで聞きたい、生で。やだよ、超面白かったですよ。ちょっと残り時間、関西弁でお願いします。小中の趣旨関西弁でも、みか関西弁喋られへんもんな。はい、関西弁。この間あの関西弁で、なんか関西弁って基本的になんかきついみたいに言われるじゃないですか。言われるんですよ。てか敬語じゃなくてためでいきますね、関西弁で喋るんで。言われるんよ。で、なんか関西弁イコールきついみたいなイメージついてて、うん、それめっちゃ嫌やねん私、うん、でもこの間なんかセカオワのライブ行った時に、うん、セカオワの沙織ちゃんって関西人なんや。へえ。でそのセカオワの沙織ちゃん関西人で、なんか沙織ちゃんがそのみんなに、まあ、ファンに大阪に久々帰ってきたから言ってもええかな、ただいまって。いや、めっちゃ可愛いやんみたいな。いや、私が言ったら、ごめん、大阪久々来たから言わせてもらうわ、ただいまそういうこと。そう。わかる。なるほど。だから、関西弁イコール、あの、きついじゃなくて、これはもう喋る人。なので、今日から私も関西弁を、おはようございます、白沢あかりです、どうぞよろしくお願いします、みたいな感じで言ったら、多分関西弁可愛いってなると思う。なるほど。それって、京都じゃないですか。なんかおいでやすみたいな。でも京都も別に関西弁や。あ、確かに、うん、だから今日から私はあかりさんが言うと清水愛理さんに似てます。私は好き。ごめん、清水愛理さんちょっと分かんないんで、後で見せてもらっていいですか。清水愛理さん、はい、清水愛理さん勉強してます。そう、だから今日から私もちょっと可愛い系の関西弁で攻めていきたいなみたいな感じで思っておりまして、以上です。関西弁。吉本新喜劇やね。うっそ、そんなおもろい。多分吉本さんの方もっとおもろいですよ。行ったことあります？ない。お兄ちゃんとか、あ、お兄ちゃんじゃない、弟とかお父さんは行ったことある。へえ。なんか皆さんすんませんね、うちらみたいなこんなクソおもんないインスタライブ1時間も見ていただいて。男の子、あ、男の子やなのかと。あー、なるほど。サインってどうやって決めましたか。サインどうやって決めた？自分で考えた？はい、自分で考えた。私はあの引退しはった金森遥さんに考えてもらいました。
乳首ドリル砂マジで好き私も。おお。髪の毛伸びたんです皆さん見てください。ポニーテールツインテール私はオコテール。あっ懐かしい。やってみか、せーの。ポニーテールツインテール、私はオコテール。アップでしたっけ。皆さん多分吉武ってあざといと思います。よろしくお願いします。あざといかな。奈良ってコテコテの関西弁なんですね。ちょっと奈良県バカにしてます。奈良県めっちゃ関西弁なんで、そろそろ雑ライモの時期ですね。そうなんですよ。ウェブ送ってください。リカさんが見てる。やっほーリカさん、やっほーリカさん。お前リカさんのこと知らんやろ。いや知ってますよリカさん。一緒にバレーしてたわ。ごめん、一緒にやったんですよ。一緒にやらせてもらいました。ピヨヨヨ。あー面白い、おもろいわって言ってくれてるじゃないですか。うちらもめっちゃ面白いですよ、皆様と おしゃべりする。鹿児島弁は喋らないんですか。鹿児島弁って多分こんなんじゃないですかね。あんま分かんないんですよね、公務員みたいな。あんま分かんない。リカさん、やっほー。あーリカさん、皆さんリカさんが来たよ。リカさん、リカさん、リカさん、同調が薄いよ。今日寒い。確かにさっきちょっと外出たら寒かったね。寒い。試合でまたフォローインしますか。多分しますよ、わかんないけどね。わかんないけどね、わかんないけどね。ピン。あ、今年の音楽送った？あれ、自分の好きな音楽3曲のやつ送ってないです。私もまだ。楽しみにしててね。連絡する。あ、すいません。すいません。もう可愛いんだから。可愛いんだから。こうやったら後ろにかっこいい俺の戦士たちが。昨日この間もののけ姫見たんですよ。もののけ姫ってマジいつ見ても面白いですよね。帰ってきた。俺の戦士たちが帰ってきた。あ、おっとかぶし。知ってるもののけ姫。いや。ジブリ見ない人間って人間じゃないと思う。ジブリは場所ではもう分かんないし、隣に乗ってとるぐらい。ポニョも分かります。ポニョサンスケ好き。ポニョ人間になる。全然似てない。変顔、変顔いきますか。いいですよ。スクショしました。今突如変顔だったんですけど、もう一回欲しいですが、おかわり欲しい方挙手お願いします。プリンセスの剣もやべえ、やばいっすよね。やべえ。いけます、変顔いくよ。ひかちゃんいくよ、はい、せーの。同じような顔してる。わかんない、見てない、寄り目したからわかんない。コメント見ましょう、コメントだったり。それでは Q&K に。 Q&K、 Q&A。 あかりちゃん肌とても綺麗ですね。カボスハーモニーだ、何使ってますか。企業秘密で。近難で仲のいい選手いますか、先輩後輩問わず。自分ですかね。自分は、自分先輩、一個上の先輩の西川石野さんとか。おお、東レのね。はい、石野ちゃん可愛いよね。と姫路の、あ、子供と一緒に見てますね。姫路の大野あかりさんとか。ああ、セッターのね。はい、私はね、一個上の先輩奈緒さんとか、うん、アンナさんとか V だったらね。あとね、個人的にめちゃくちゃこっちゃんが好き。林琴奈、うん、林琴奈大人めっちゃ可愛いんす。めっちゃいい人ですよね。めっちゃ可愛いし、いい子だよね。会いたい。でもいつも無視されちゃうこと。そうなんですか。私の一方通行なんだ。変顔取れました。ありがとうございます。あかりさんか、みんなもうね、お眠の時間ですか。いや、ね。残念ながら一万人突破できませんでした。かすりもしなかったね、ミカ。
あ、これって1時間ですか。基本1時間。皆さんどうでしょうか。そろそろ終わりの時間が近づいてきたんですけど、まだ続けてほしいっていう方はこのまま見ていただいて、もう終わりたいって方は抜けていただいて、まあそんな感じですね。吉武が一人であの火超えるまで全然やるって言って、あーもう付き合いますよ。誰が久光で一番モテますか。あ、久光でじゃあ付き合うなら誰がいい。久光で付き合うなら、うん、自分が男だったら誰行く。私ね、結婚したいと付き合いたいは違うんよね。付き合いたいなら絶対優香さん。あ、なんかわかる。優香さんを隣に置いて周りの人々に自慢したい。あ、いやこれ俺の彼女やからみたいな。わかる、わかります。そういや自分めちゃくちゃかっこいい設定なんで、はい、そこは自分めちゃくちゃモテる男の子の設定のめちゃくちゃ美女がいい設定の優香さん隣に置くっていうのが私の理想像。自分はマナさん。ああ付き合うなら、はい、かわいい。私結婚するならマナさんか美咲さん。ああ美咲さんね。うん、わかる。はい、あの美咲さんは私 の、 あの意味わからんこのギャグに唯一いつも爆笑してくれる。そうですか。マナさんはあの見てて飽きないからかわいいっていう感じですね。もうちょっとで1万人でしたね。いやマジで惜しかったですよね。あと9800人だもんな。マジで惜しいよね。みかんちょっとだったね。っていう感じですね。あこういうところ女子よくないって。あの最近の悩み、喋りすぎたらね、タンが絡む。興奮しすぎたら。最近の悩み、そう、確かに美女が良くないと今村優香様の隣には並べない。いや間違いないです。吉武かわいいやって、やったじゃん。ありがとうございます。ブリックスな、コップンカーですよね。ありがとう。コップンカー対、はい、なんで急にコップンカーやったの。いやなんかこうしたらコップンカーっていうイメージです。どうしましょう。もうインスタライブ切った方がいいですね。吉武疲れてきてるような気がする、ね、疲れてないですよ。通常じゃないかもしれない、ね、疲れてない全然、うん、皆さんどうでしょうか。意味わからなくないですか。そろそろ終わりの時間とも来たし、サワディカーサワディカーってなんだっけ。リーグ開幕の動画ずっと書いてるのに撮らなきゃ。撮りますね。あ、上にあります。お願いします。また持ってきます。よし、それでは皆さん。名残惜しいですが。終わりの時間が近づいてきました。ミカちゃん言ってやって。ピン。違うよ。すいません。なんとか言ってやって。ほら。あ、こっち。すいません。あの裏でカンペが申し訳ございません。うちら全然あのピエンはカンペいなかったんですけど、言ってやってっつってカンペ読めって意味あったのに、いきなり隣でピエンなんて言い出したからもう。すいません。はい。ミカちゃん言ってやって。V リーグ開幕まであと39日。私たちの開幕戦は10月29日佐賀県の佐賀プラザ総合体育館であります。めちゃくちゃ下手くそやんお前読むの。皆さんぜひ来てください。チケットの販売はファンクラブ会員様9月24日土曜日ダイヤモンド会員ファンクラブダイヤモンド会員様は9月24日土曜日10時となります。 V リーグチケット販売は9月30日の金曜日10時からです。です。伝わったかな。なんと今シーズンは1階のプレミアム席の増席や新たにベンチ裏席のご用意もあります。なんとすごい。そしててんてんてんプレミア付きはあ間違えた、プレミア席は特典付きにびっくり全席指定での販売となります。なります。ぜひお友達と一緒に見に来てね。
びっくりどう。それでは次回のインスタライブの告知をしていきたいと思います。次回のインスタライブ一人目はダン池谷優香選手、イエーイ。二人目はダンゆうさんです。池谷優香とゆうはどっちも切り直させてください。一回深呼吸いきましょう。吸って吐いて吸って吐いて変顔かまして。それではもう一度いきたいと思います。それでは次週の次週じゃない次回のインスタライブの告知をお答えたいと思います。まず一人目は池谷優香さんです、イエーイ。そして2人目は今村優香さんです。ダブル優香です、はい、ダブル優香です、ダブル優香です、あ、ダブル優香です。です、あ、可愛いコンビですね、はい、あ、東京の素晴らしい東京の女たちが多分次やってくれると思うので、あの田舎っぺのうちらはちょっとここで退散していきたいと思います。ありがとうございました。脇汗がねすごいんですよ、ここすっごいクーラー、今日すっごい涼しくて今日23度なんですよ、ここの部屋今23度に設定して、そう体が鳥肌立ってるのに中が暑くてね、なぜか脇汗が止まらんもうこれで、ね、今日はもう終わりたいと思います。最後私の脇汗がひどかったという報告で今日のインスタライブは終了していきたいと思います。気をつけー、レイ、ありがとうございました。ありがとうございました。間違いない、ありがとうございましたって二人で揃えたかった。あー、ごめんなさい。いいよ、もう一回やな、大丈夫、みんな多分今のとこ見てないの、はい、今日もう一回、じゃじゃじゃ、気をつけーレイって起き上がって、せーの、ありがとうございましたってすごい大きくでいいのよ、はい、気をつけーレイ、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。またいつか次も見てね。ありがとうございました。